はい、始まりました。イシモンジャップ TV。 最近サンガの試合のレビューの時に最後発表する MVP について嫁から一言、あんたいつも MVP ピーター・ウタカやんって言われてしまい、うっとなってしまったイシモンジャップ。だって見れば見るほどほんまにウタカ選手すごいし、一回選んだからといって次は選ばないとかそういう変な忖度はしたくないのと、純粋にプレーでの貢献度から選んだ結果やとしか言い返せず、なんか外国人が点取って目立つから選んでるやろうという感じに思われているのが少し悔しいながらも、本日のトークテーマですが、京都サンガ FC VS 東京ヴェルディの試合のレビューをやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。果たして MVP はまたまたまたもやピーター・ウタカ選手になってしまうのか、そこは最後までお楽しみにということで、それでは早速、今節の試合結果等はこの通り。3対1で京都サンガ FC 勝利。一方、東京ヴェルディ敗戦。21節の長崎戦から6試合ぶりに先制点を許すも、今季初の逆転勝ち。東京ヴェルディの永井監督がパワハラ報道が出ている最中、皮肉にもパワハラを反省して復帰した長期ジェ監督との対決ということで、パワハラ対決とタサポからは揶揄され複雑な心境で迎えた試合ではありましたが、無事京都が勝利。個人的には永井監督のインタビューを聞く限りでは、記事に載っているようなパワハラをするとは思えないくらい優しい印象がありますが、それは私の嫁さんと同じなのかもしれません。私にはすごい厳しいんですが、外面は抜群にいいということで、優しそうな人ほど内輪では怖いというのは自分のことに当てはめるとなんとなく納得。永井監督の件が今後どうなるのか要注目ということで、まずこの試合に対する一言メモですが、首位奪回、夏の終わりにふさわしいサンガ祭り、助っ人外国人トリオ揃い踏みの3得点で今季初の逆転勝利とありまして、ついにやりました。ピーター・ウタカ、ヨルディ・バイス、イスマイラの助っ人外国人トリオ揃い踏みの3得点。スコアラー表が本当にいかついことになってます。こんなにこれが早く実現するなんてと思いながら、どこか漂う反則感。首位岩田が引き分けにより京都が1試合分消化数が少ないながらも首位奪回。また新潟と山形は負けたので、今節は完全に京都の節と言っていいでしょう。今季初逆転勝利ということで、また何か一つ試練を乗り越えた気がします。今の小中学生はわかりませんが、私が小中学生の頃で当てはめると、夏休みの最後の思い出にはもってこいの試合、出来すぎた試合結果だったのではないでしょうか。そこで両チームの寸評を語り、試合の流れを語っていきたいと思います。まず京都からの寸評ですが、前半プレスがはまらない、後半プレス激ハマりで一気に逆転。一方、東京ヴェルディの寸評ですが、前半サイドの裏を徹底して狙う、後半ボールを持たされガス欠とありまして、まずこの試合のスタメンを見ていきますと、この試合飯田選手と川崎選手が累積警告により出場停止。そこで前節に代わり先発を務めたのは白井選手と福岡選手。特に白井選手に関してはめちゃくちゃ良かった。攻撃の部分での仕掛けが頻繁に多く、右で白井選手が仕掛け、相手を右サイドに引き寄せて左サイドに荻原選手が仕留めるという、そういう超攻撃的な構造になっていたと思います。バランスを取る飯田選手と違い、前からガンガンに仕掛ける白井選手の良さがこのゲームでは出ていたと思います。また他に気になるのは、川崎選手がいない分福岡選手が先発入りし、三沢選手が川崎選手のポジションを務めていたわけですが、ベンチに庄司選手が入らないという点。浦和戦のこの天皇杯でもベンチに入っていなかったので、京都の10番としては今シーズンの序列の低さが見えてしまったのは少し残念でした。そして一方、東京ヴェルディのスタメンですが、得点ランク2位のウイングストライカーの小池純喜選手がまさかの不在。コンディション不良ということで今節は欠場。代わりに入ったジャイルトン・パラエボ選手には活躍されましたが、得点力があり、かつて京都もこの小池選手には得点やアシストで何度もやられているので、小池選手がいなかったのは京都として助かった形になったと思います。そして試合の流れに関してですが、前半は京都が右サイドの白井選手から仕掛け、左サイドで荻原選手がフィニッシュする攻撃が目立ち、チャンスは多数作っておりましたが、東京ヴェルディのンドカ・ボニフェイス選手や若狭選手の決死のシュートブロックに阻まれ得点奪えず、その分前がかりになっている京都のサイドバックの裏をサイドに張っていた東京ヴェルディに狙われておりました。左右に上下に揺さぶられ、京都としては前半かなり走らされたと思います。
また京都のプレスが前半はうまくはまらず、相手に気持ちよく前に向かれるシーンも多数。アンカーに入った三沢選手の展開力は良かったんですが、プレスを剥がされたりはめられなかった後のカバーリングがセンターバックの選手になってしまったりと、川崎選手の不在の影響を前半は特に感じました。そんな前がかりになるもプレスがはまらない京都にそれを象徴するような失点、6試合ぶりに先制点を許してしまいました。ドカボニフェイス選手のキック一発で浅田選手とパライバ選手が入れ替わるような形で裏を完全に取られ1失点。サイドバックと中盤とセンターバックの三角形になるちょうど真ん中のところをキック一発で狙われてしまいました。これはドカボニフェイス選手のキック力がすごかったとも言えます。そして前半終了間際につれて点が取れるような雰囲気がありながらも奪いきれず、そして迎えた後半、やはりイスマイラ選手を投入。これで京都に完全に流れが一気に傾きました。前半と打って変わって東京ヴェルディに繋がせ、そこをイスマイラ選手のチェイシングで前に圧力をかけることに成功。東京ヴェルディのマテウス選手が思わず逃げ切るように外に出すプレーが2回も連続続いたのがその象徴。東京ヴェルディの選手が後ろに下がり体力も落ちてビルドアップも苦し紛れに。そして迎えた57分、イスマイラ選手のチェイシングに加えさらにギアを入れるかのように55分から投入された超フレッシュな荒木選手の鬼のチェイシングからピーター・ウタカ選手につながり、そのピーター・ウタカ選手のチートシュートが決まり同点。後半から2段階で徐々にギアチェンジしてくる超キジェ監督がやらしすぎます。本来ならイスマイラ選手と荒木選手を後半の頭から同時で起用してもおかしくないところ、イスマイラ選手で徐々に体力を奪ったところでの荒木選手なので、超キジェ監督本当に策略家だと思いました。まずその荒木選手に関してはドリブルが売りの選手ですが、先制点のシーンの鬼のプレスにはびっくりしました。そこまで追うのと思ってしまったのが正直なところ。浜崎選手のドリブルについていきながらヒールで折り返されてもしっかりと踏ん張り、梶川選手に加藤光健選手にまで追いかけてボールを奪い切ったのはもはや感動ものです。僕やったら浜崎選手にヒールで折り返され踏ん張った瞬間に足の皮がめくれてしまい追いかけるのをやめてしまう案件でした。まあそんな冗談は置いといて、荒木選手が超キジェ監督職に染まったのを感じるシャトルランのようなプレスの連続でした。そしてそのプレーの思いを受け継いだピーター・ウタカ選手の豪快なシュートですが、よくシュートブロックされずにゴールを入れたと感心させられます。まずドリブルのコース取りが良かった。ボールを奪ってすぐに斜めにドリブルでゴールに向かうのではなく、イスマイラ選手のダイアゴナルランが生きるように前に進みながらあえてまっすぐにドリブルし、左サイドの武田選手の方に顔を何回も向けておきながら、イスマイラ選手のダイアゴナルランがいざ始まったタイミングで斜めにドリブル開始。そしてシュートを打つ前にピーター・ウタカ選手お得意のシュートを打つ前の小刻みステップからのズドン。本当にリズムが日本人と全然違う。日本人なら、ワン、ツー、スリー、ズドンでブロックされてしまうところを、ピーター・ウタカ選手は、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、ズドン的な、荒木選手の頑張りに報えて何よりです。そして同点になって以降は完全に京都が押せ押せモードで、そこから久々のセットプレーからの逆転弾。本来なら、ニアか中央で競り合うべきバイス選手が、まさかのフォアサイドに待ち構え、ズドン。イスマイラ選手が競り合ったこぼれ球だったので、ここでもイスマイラ選手効果が発動。前日子供が生まれた武田選手のゆりかごパフォーマンスが見れて何よりです。そして仕上げはみんなが待ち焦がれたイスマイラ選手の前中。ピーター・ウタカ選手、ヨルディ・バイス選手の流れときたらイスマイラ選手が点を取るしかないでしょうと、京都サポーターのみんなが思っていたその思いが乗っかり、イスマイラ選手による3点目でダメ押し弾。イスマイラ選手の猛プレス及びオフサイドラインギリギリの我慢、素晴らしかったです。よくこれは我慢した。これでアフリカ人選手によるアシストからアフリカ人選手のゴールという J リーグではおそらく初となる得点パターンだったのではないでしょうか。ピーター・ウタカ大先輩からイスマイラ後輩へのエンジェルパス、本当にいいものが見れましたし、何よりピーター・ウタカ選手にとっては同郷の後輩に対してアシストできたのは非常に嬉しかったのではないでしょうか。そしてさらに言うならば、仕上げのサンガスタジアムバイ京セラでのイスマイラ選手の初の全中披露、現地観戦できない自分が辛いと思わせるゲームぶりで、このまま試合終了となりました。そこで次、両チームの印象に残ったプレーを語っていきたいと思います。まず京都の印象に残ったプレーからですが、52分、松田選手の絶妙落とし&武田選手のノールックパス。
バイス選手のくさびから松田天馬選手が受けに行きながら、相手には届かず、味方には届くくらいの絶妙なアウトでの落とし。これにはマジで震えました。プレッシャーがある中でのあの正確な落としは、松田天馬選手ならではのプレー。そしてその松田天馬選手の落としを受けて、武田選手がイスマイラ選手にノールックパス。これで完全に東京ヴェルディの中央に侵入。しかし、イスマイラ選手から荻原選手への鬼パス。これには思わず笑ってしまいましたし、ウサインボルトでも追いつかんわ、と思わず突っ込んでしまいました。まあこれでラインを割ってしまいチャンスにはならなかったんですが、選手の距離感の良さが象徴され、得点の可能性を感じるプレーだったので選ばせていただきました。そして一方、東京ヴェルディの印象に残ったプレーですが、9分、サイドに相手選手を引き寄せ、一気にサイドチェンジ&くさびパスで展開。 J2 では珍しい後方からの素晴らしいチャレンジでした。幅を取って京都の選手を走らせ、京都の選手の配置が薄くなったところにくさびパスを打ってくるなど、片方のサイドに選手が寄ってきやすい京都には非常に有効なつなぎの連続でした。ただこれが他の J2 のチームだったら完全にヒヤヒヤもの。東京ヴェルディだからこそ見れる安心感のあるつなぎの連続、今節の東京ヴェルディの狙いが大いに見えるプレーだったので選ばせていただきました。そして次、両チームのベストプレイヤーを選んでいきたいと思います。まず京都のベストプレイヤーからですが、フォワードのピーター・ウタカ選手、2試合連続1得点1アシスト。またなんか嫁に言われてしまいそうですが、ようやく MVP には選ばなかったです。1得点1アシストなのでベストプレイヤーには選ばないわけにはいかないでしょう。特に1点目のゴールは逆転するにおいて非常に大きかった。シュート打つまでの小刻みステップはぜひ全国のサッカー少年には参考にしてもらいたい。あのゴールで一気に京都のギアがマックスに上がったと思います。また前半はスペースで張っている印象が非常に強く、ボールがうまいこと循環しなかったので、後半からはイスマイラ選手の投入により満を持して降りてきてボールを循環させるなど、役割の広さも相変わらず見せつけており、1得点1アシストなので選ばせていただきました。そして一方、東京ヴェルディのベストプレイヤーですが、ジャイルトン・パライバ選手。相手と入れ替わるプレーがうますぎ、そして胸板厚すぎ、爆発的なスピードがあるんだろうと思っておりましたが、やはりその通りに、先制点の入れ替わりだけではなく、幾度となく足元に来たボールに対して相手に体をぶつけつつも入れ替わって、その後加速する様は恐怖でしかなかったので印象が強かったです。そして次、 MVP、 これは一人だけ、勝利した京都サンガ FC から、フォワードのイスマイラ選手。鬼プレスで京都にリズムをもたらすとありまして、もうこれにつきます。完全に東京ヴェルディのリズムを狂わし、京都にリズムをもたらしたと思います。相手にボールをタッチラインの外に出させる、もしくは苦し紛れのパスを出させるなど、純粋にボールに食らいつくように追いかける様は清々しいならぬ清々しいです。また宇高選手とバイス選手が点を取った後で、大いに期待されプレッシャーがかかるところに3点目のダメ押し弾。本当に持ってる男、このイスマイラ選手は。前中のクオリティも高く、サポーターの期待にほんまに応えよったよと思わせる驚きのパフォーマンスの次々に、この選手が MVP っていうのは妥当なのではないでしょうか。以上、今節の試合の振り返りはここまで。次節、アウェーでヴァンフォーレ甲府戦。次節は9月ということもあり、その9月に関しては前半戦勝てなかった甲府、松本、琉球、山形、栃木との対戦ということで、その初戦が近年勝利経験のない甲府戦、今年の京都が明らかに違うと思わせるには甲府戦の勝利がうってつけ。また順位も上位対決と名目がつき、かつピーター・ウタカ選手や曽根選手に武田選手のフルスチームということもあり、いろいろと楽しみな一戦。そこで注目選手になるんですが、ピーター・ウタカ選手。もう嫁からはピーター・ウタカ選手の名前上げすぎやろと言われそうですが、堅い守備を誇るフルスのアウェーで恩返し団になるのか。得点王が視界良好な中、次に狙うはアシスト。2試合連続1得点1アシストと2得点に絡んでいるだけに、この試合でも期待したいところ。そこで次、甲府の陽慶会選手ですが、レンデス選手。この選手の守備力の高さは J2 屈指。ピーター・ウタカ選手にヨルディ・バイス選手にイスマイラ選手とのバトルが楽しみですし、ここを京都としては打ち破れるのか。またセットプレーにも強く、この選手を抑える、もしくは崩さないと1点を争うゲームになることは間違いなし。難しくなると思われる9月の1ヶ月間、いいスタートを切り、昇格争いライバルを蹴落とす4連勝なるのか、ここを期待して。難しくなると思われる9月の1ヶ月間、いいスタートを切り、昇格争いライバルを蹴落とす4連勝を期待して、ここらで終わっていきたいと思います。ここまでご視聴していただき、ありがとうございました。チャンネル登録、評価、コメントしていただけると嬉しく思います。また、次回の動画でお会いしましょう。
石門ジャップ TV でした。